ーグ戦6戦ぶりの勝利を目指す仙台、今シーズン初の3連勝を狙うガンバ大阪の一戦となりました。繋いで赤崎、中の西村、ここで受けて自分で間を縫ってシュートは、ここはクリアしていきました。まあ、少し攻撃に対するスイッチと、あとは人数ですね、かける人数というところはまだ足りないのかなという感じはしましたね。仙台も積極的に西村が仕掛けて決定機を迎えましたが、何度も窮地を救ってきました東口。低いボール変化をつけてシュートダイレクト、ここも抑えました東口です。まあ、うまくボールを逃げながら攻めれていただけに、まあ、やはりリスクマネジメントのところと、はい、まあ、コーナーキックをこうさせなかったっていうところが、ね、あればねっていうところが悔やまれますね。さあここでシュートに行く、宇佐美のシュート防いだ薬物オビク。まあ、ここまでのボールの運び方とコース取りと、まあ、シュートのスピードも非常に良かったですけども、はい、まあ、アゾービス選手の守備範囲内だったと。まあ、シュートを打った後に少しフリック、宇佐美前、パトリック、パトリック抜けた、薬物装備区が下がる、パトリック、ここでボックスに入る、1対1シュートだ、コントロールショットを防ぎました。木田が仕掛けるか、一度下げます、石原、赤崎、中を見る、柔らかいボールを送るヘディング、マセのヘッドはね、セカンドボールをやはり広げるようになりましたし、まあ、赤崎選手の左足のクロスって非常に、まあ、今シーズン精度高くてですね、まあ、それを信じて入るところまで松井選手良かったですけども、まあ、超えてくることをこう信じれなかったのかなというところがありましたので、はい、まあ、超えてくるところを信じてね、待ってればこう決めれたのかなというところがあります。まだ仙台、加藤シュートにいった、低い弾道を足に当たってゴールの方向に向かっていきましたが、上原から縦収めてカルドーゾ、裏抜けてサラオッティシュートだ、強烈なシュート、左足を振り抜いていきました。コースに入れたかったですけどね、はい、可能性は非常に感じましたね。シアゴアウベスがボールを持つ、ゴールに向かってシュート、まあ、ここからこうファーサイド気味に打つかなと思いきやね、ニアに運んでくるところ。